見えた。もう行くよ。
なんかコッペパンも焼いてる。食べる。もうできたよ。クルーズ朝早いな。何してんだよ、いつも。
美味しい。時計はなんかまた昔からなってきた。今一回なってない。
くどう？もしかしてレモン？そう。あのビーム使い切る。そんな味がするとなんか面白い。お店じゃん。どこじゃん。東京かな。浅草中央区。この間のお店。Thank you.
なんか鼻の穴がふわふわしてるカメラ割りといい音声
後ろの方で音声絞ってるんですよね、聞きやすいように。で、声が張らない人も来るじゃないですか、はいはい、めっちゃ上げてる、原さんとかな、原英二さんとかな、声やからね、かぶるんですよね、声が。それがリアルに聞いても、再生の、なんか録画で聞いても、めっちゃくちゃ聞きやすい。ほんとすごいよ。これは上手に、上手に。だから、地上波テレビ受けしまうから。ありがとうございます。それまで言ってると、無理やな。MC がめちゃくちゃうまいと思う、やっぱり。これは。作るの思ってたんだよ。でも、うん。くだらない質問がいい。くだらない質問しかできないかもしれないじゃん。一発目ゴルフだと思わなかった。いや、でもね、あれはすごいと思う。なかなか聞けない。なかなか。いや、でもみんな聞きたいじゃん。一例関係を広げるとか。なるほど。やっぱないよ。いや、やっぱ。やっぱり、リーズ少女だね。はい、またです。三つ目は、ゲストが聞き終わったりしましょう。ジョージアの大使にすごい面白かったね。いや、聞けない。で、ロシアとあんな感じなんだっても知らないし、ワインの話も知らなかったし、それから、僕が好きなのは、事務局長のシリーズ。事務局長のシリーズ。村井、小倉、牧島、コバホン。あの4人を見てると、なんか本当にゾクゾクしましたよ。いやいや、すげえなと思った。例えば、事務局だったし、もう、クラス気にもならなかった。いや、本当にお恥ずかしかった。いや、でもやっぱり日本の選挙制度の中で、ダメなやつは落ちる。これは僕が知らないですから。だから本当に国民がこんなに心配することはない。で、4つ目は、やっぱり両サイドなんですけど、本当に引き出すのうまいと思う。だから、このお二人は、確かに、めちゃくちゃ分かりやすいですよ。回答満足度がめちゃくちゃ高い。そうね。そうですね。ここは、ちょっと本当に、両サイドに気をつけてください。やっぱ、どうなんですかね。大御所ならばなるほど回答満足度低いんですよ。あー、なるほどね。なんかこう、聞きたいことが素直にこう返ってこないというか。まあ、政治家はね。あー、わかる。いや、だって、なんか、両サイドって言って。じゃあ、どれだけじゃないですか。あれダメですよ、言って。
ったんでしょ。えらい。いやでも片さんの話で日本人も良かったもん。いやいや。で、あれ中国やアメリカだったら、あの、なんか戦力で使われちゃうと、はい、武器になっちゃう。はいはい、まずは武器だよね。で、そういう警戒感を全く持たれないで、それが日本人良かったっていうのは、あのシーンで15回目ですよ。いや、そんにだってね、めちゃくちゃ面白い。いや、これは本当にね、認めざるを得ないです。いやいや、ちょっと僕が思うのは、これ喋っても、まずね、もう結構一人で7分で喋るんだけど、誰もカンペが出ない。地上波だったら、地上波さんって次行けとか、もう、って思ったのは、CM がないんですね。そうですね。で、ここからなんですよ、2人ね。ちょっとね、はい、お伝えしたいのは。はい、はい。我々は、地上波。地上波。地上波を撮ってて。この番組をやってるのは、結局ね、芸人広告なんですよ。私は切られ役でありボケ役でありなんですよね。で、お二人この地上入らずっていうのはテレビ広告って将来をどう考えかっていうのをね、うん、ダメですよ、ここまで。で、我々でスポンサーなっていう向きにね話すことはもうな、で今日ここでスタバのコーヒーだから簡単に言えば私、自分がスポンサーのことを考えてやってるんだと、うん、だからいろんな制約のある中でもいろいろ言ってるけど、お前らは何の制約もない。何の制約もない。これ面白いですよ。いくらでも言えるわ。なんでそういうことだよ、ね、言いたいことは。そう、そうね、年代いいかもしれないけど、デザインがいまいちですけど、絶対違うよ。いや、デザインがいいの、例えばの話ですかね、パパの時間があって絶対ない。次の人は手に出なかったんだよ。聞きますよ、パパ。そうだそうだ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 。そういう、だから今、大事規制の話だったじゃないですか。出てる側からすると、大事よりも、はるかに、今日の番組のスポンサーもめちゃくちゃ気になってます。台本にも入ってるんですね。そう。さすが。完璧にガッチリ入ってますから。だからそうなると、だって、番組のコンテンツは、まあ、多分、テレビ広告の将来っていうのは、いつも僕ね、お二人の変化みたいな。だからさ、あのユニリーバーがやっちゃったんだよ。ユニリーバーが一回見たんだよ、全部。テレビ広告。それで、どれぐらい売り上げが落ちるかってやってみましょう。で、やったら確かに一回落ちた。そしたら、自然に自分とこの商品力でまた上がってる。ああ。それ、テレビ広告やってる時と、大して変わんない売り上げになっちゃった。ね、うん、じゃあいらないと思って。そういうことじゃなくていいじゃん。そうは変えたことで受けて立つのは。いや、まずはさ、まずは杉村さんと俺の考え方の違いはね、はい、受ける側がどう思うかっていうのが話だと思うね。それで、その地上波しかない時代は、地上波しか見れなかったんだけど、今見てる方がさ、これは放送です。これは通信ですなんて区別はないわけ。だからこういうさ、デバイスだって俺もう10年前から言ってるんで、ね、これはスマホです、これは iPad です、これは PC です、これはテレビですなんて違いない。当たり前のことを画面の大きさだけで、そっから流れてくるものが通信なのか放送なのかって見てる側からさ、何の関係はない。だったらそれはやっぱり俺は融合すべきだと思ってるし、電波は有限だから、しかもこれはまさに DX とかイノベーションとかもろ国の競争力そのものだから、そのポートフォーリオは日本にとって何が最適かって考えるべきだし、放送行政どうするかっていうのは見てる側から見て何がいいかっていうのを考えるべきだっていうふうに思ってるわけだから。僕はね、あと消費者の立場で言うと、俺見てるとさ、NHK、ああ、これ NHK だ、分かる、別にチャンネルになって、教育テレビ、分かる、テレ東も分かる、4と5と6と8の国、ほとんど違うんですか、見てる、ね、しかもぐだ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 、芸人がさ、芸人の皆さんが、ほとんど作り続けてる。
ないようなものをダラ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 。俺さ、これ5分で終わると思ったんだよ。それ見てて。なんかアドリブで。はいはいはい。だったらここにソースをね、それはもっと優先な方に振り分けるべきだ。でもドラゴン桜は良かったよ。あ、見たい。いや、だからさ、あれ東大出たやつがみんなさ、そうなんだ。なんでそんな誰が俺。いやー、やっぱりなかなか良かったよ。だけど、ドラゴン桜がどのチャンネルかっていうのは全くさ、今でも分かんない。あ、何チャンネルかって。まあ、そういうんだよね。中谷さんの言う通りで。だから、テレビ番組面白いのあるよ。うん、だから、これがね、俺面白いなと思ったのは、こっちのが制約ないわけで言ったけど、うん、だからニュースで言えばさ、テレ朝の報道ステーションで言うとさ、うん、アベマ TV が言いやすいですよ。うん、それで俺たちなんかは地上波出ると、例えばテレビタックルなんかたまにね、昔よく出してもらった時に、あの時俺維新かなんかものすごい悪口言って、それで、こんなのが良かったら、この人投票すればいいだけの話ですからって言ったら、やっぱり全部カットされます。当然のことながら。うん、でも、アベノはさ、カットしないわけよ。うん、生だよ、ね。うん、だから、そういう意味では、やっぱりさ、通信業界は、通信業界界隈は、あ、通信、放送業界界隈は、通信の方に合わせてレギュレーションを緩和してくれっていうのは分かったよ。でもさ、彼らは何言ってるかっていうと、放送法を堅持してくれって。そうだよね。だからさ、俺逆なんじゃないのって。あともう一つは俺、クールジャパンの幹事やってるんだけど、やっぱりコンテンツを作ってる人に言わせると、テレビ局はあんだけ経営苦しいんだけど、テレビ局の社長に、本当に会社潰れるって聞くことはないよねって。みんな。だから、やっぱりね、電波のね、使用量上げるんだよ。テレビ。それで、どこだけ、どこだけに残りゃいいんだよ。それは国が挙げる。もちろん。だって、それやろうとするでしょ。いやいや、まだまだそこまでで。だって、それすごい派手そうなんですね。平野さん、ここら辺は。これね、本当にね、はい、正直なこと言うけど、よくわかんない。もう、ぶっちゃけわかんない。いやただ、うん、ただ、まあ、その放送と通信って、いろいろ言われるけど、まあ、両方あってんじゃないのと、これは思ってない。別にそれぞれなんていうのかな、ビジネスモデルも違うし、うん、ビジネススタイルも違うから、選ぶのは消費者なんで、まあ、どっちでもいいかなと俺は思って、まあ、平さんなんかはもう垣根を払ってね、きちんと競争させて、で電波料もうちょっと電波をきちんと公共のものだから、外資規制は入れるけど、けどそうですね、やらせろって言ってるから、まあ、それも一つの考えだけども、まあ双方が理解をしてるから、それはそれでいいかなと。いや、どっちかっていうとこちらなんだけどさ、消費者が何なのかっていうことに、ね、視聴者、それはね、僕らは視聴者ではないとき、うん、はいはいはい、広告の出向者なんで、そこが僕らのお客様なんだ。テレビは、僕らはその広告を出して見てくれてる方っていうのは、うん、よりも、で、僕なんかもテレビ11年ぐらい使っていただいて、おかげさまでどこの事務所もやっても7本ぐらいできるんですよ。で、すごく思うのは、もう少しこのテレビ広告っていうのは、世の中役に立つインフラにならないもんか、例えば今のテレビ広告って、もう広告出さなくてもいいような会社しか広告を出せないような状況になってないか。例えば、もっと何の安価な価格で。いや、だけど、ずいぶん安くなったみたいだね。テレビ高くないと。いや、その辺は、俺の消費者は、消費者だから視聴者じゃないんだね。うん、でも、テレビ局の顧客は視聴者じゃない。テレビ局、いや、消費者ってサービスを提供してるのは。広告の出向者だよ、スポンサー。どういうこと？例えば僕はこれ直接お金を払ってくれるのはスポンサー。だから顧客は、だから顧客とクライアント。でもまあ視聴者とか、まあだけどさ、ビジネスモデルだけど視聴者がいるから、そうそう、スポンサーはお金出すだけなんで、だからそれは。
視聴者いなければ出さない。いなければ出さない。認めるわけだから。視聴者なんじゃないのかね。だから同じグラウンドにいるんじゃないのかな。ここだってテレビだって。結局視聴者がどっちにつくかね。まあ一緒だね。うん、そういう点でもね。だからね、俺のテレビのね、ビジネスモデルはもうないと思ってる。ない。なぜか、さっきも言ったけど、デバイスは画面の大きさだけでしょ。それで今何が起きてるかっていうと、ワンツーワンマーケティングが起きてるわけ。だから彼らに商品を買わせようって言った時に、俺が今まで検索をしたこと、今俺がどこにいるかとか、そういう情報を全部やって、欲しいものを欲しい、あと一押しした、そのタイミングで、その、なんていうのを、こう一押しするようにできてる。それが、俺ね、そこは副会長は見ててね、その通りだと思うんだから、それは良しとしない人間もいるんだと思うよ。なんでこういうのが突然出てくるの？いやいや、でも、副会長。いやいや、副会長は言わないけど、ちょっと待って、話しましょう。ちょっとアナログ長長官はちょっと後で、もうちょっと続けよう。ね、それで、しかもそのインターフェースっていうかね、っていうのは、まさに IoT、ビッグデータ、AI のアルゴリズムで、どんどん進化するし、今、例えばね、木原さんが、なんか、アイドルかなんか検索するとね、その水着の写真集をどんどんレコメントされて嫌な思いしてるんだと思うんだけど、そういうのまで宣伝されてくるんだよ。そうなんだよな。だってそれはそう、だからそのね、っていうのをこう、心理学とか全部、だから、アルゴリズムは毎日配信されるわけですよ。それで、どんどん、で、テレビはマスだよ。そう。見てる人にボーンってマスを投げるわけ。いやだからそれはマスでいけるやつがいるよ。だからそのいわゆる潜在とか、やるぞと宣伝のあの CM 見せても何の効果もないでしょ。何の効果もないでしょ。消費者は。いやいやだから。やったよほら。だからだからそうすると、さっきも言ったようにデバイスは画面の大きさだけで、流れてくるコンテンツは見てる方は。これは放送なのか、通信なのか、収益できないんだから、CM なんか流れで、ね、そんなところで放送と収益を分けるじゃなくて、それで見れば、放送って楽なの、こっちから。何もしなくていいんだよ。まあ、今ならでもね、全然、ああ、好きかどうかも分かんない、なんか、これつまんねえなって、チャンネルを変えるわけだ。で、これを、まあ、これでいいなって。で、タカさんの言うように、向こうから来てくれるのもいいけど、だけどそれって、一生懸命変わらない。ある時から自分はこういう人間だと決められたら、ずーっとこうさ、流れてくるわけだよ。どんどん。それ変わるんだよ。いや、それがだから変わるんだよ。どんどん変わるって言うでしょ。だから、今はそうです。うん、今は、木原さんはこういう人、だからこういう情報を流しましょうって、その IT 側の中で社会の分断とか起きてるわけ、はい。でもこれも、このアルゴリズムの改変で、皆さんの興味はここだけど、もしかしたらここかもしれないと、こういうとこ投げてくるよ、多分。いや、だからコントロールされてるような人とは仕方ないんで。コントロールされてるから、こっちんだよ。でも俺はコントロール見てるよ。こっちはね、万が一コントロールパッと変えるわけです。俺なんかのコントロールの人にも、ここもここも変えるわけです。だって無駄なの、こう見ても。だから、スクラさんの言うことばっかり見てるよ。人間の社会だから重要なんだって。後楽園ドームに行ったら
ど真ん中にどんな広告があるかとか、ね、銀座の、あの4丁目、ね、その広告、あるいはあの渋谷のさ、あのスクランブル交差点の広告に言われてるとこは何かとかさ、誰も見ちゃいないけど、見てないよ。あのステータスが重要なんだよ。ステータスになります。意味だってそれで。いや、そうするとあのあれだな、だけどインプラントの先生のさ、記憶に残ったら、あ、そうね。そうそうそう、あの、なんだっけ、理由があるから。全てがね、全てが状態効果で決まらんじゃないから。いやいや、だからそういうのは、あの今、テレビを出て、広告って物を売ろうっていう考えてる企業もそんなに多くなくて。多くない。うん。最近っていうのはね、リクルートとしても非常に効果があるけど、テレビで見たことある。そうそうそう。だからお二人なんかアドバイスもらいたいなと思うのは、どういう形になったらそのテレビ広告が、例えばもうちょっとその大企業じゃなくてね、中小企業とかベンチャー企業がね、こう出向しやすいような環境になる。一つはその代理店を通さなきゃいけないっていうのもね、妙な召喚集で、今じゃあタクシー広告でタクシーなの、あれはね、でさ、テレビ広告で効果的なの多いんですよ。でもあれ、僕もあれはよくわかんないですよね。もう行くよ。いや、僕もそれはこうやってわかんないですよ。だからさ、そのまずはね、その広告看板だって、駅に貼ってるポスターだって、デジタルになってくるんですよ。その時間帯、そこで通ってる人たちに、一番わかる、その看板になるんだもん。そうか、変わっていくのか。さっき言った言い方はね、もう刺さらないやつが出る、ね、確率が高まる、確率がね。しかもさ、バーッとさ、ポスターみたいなさ、スペースがあったら、それを一体的な広告に使うわけでしょ、時間に合わせて。で、さらに、広告に有利なのは、今はそうかもしれないけどさ、さっきも言ったように、みんなスマホとか iPod で見てるんだから、テレビ見ないよ、CM なんかさ、CM 飛ばしてるじゃん。だからそれだって時間の問題で、であとはそのタクシーの後ろだってさ、あれ結構あれで個人情報保護委員会に怒られたんだよ。あれだって。だって座った瞬間男性か女性かを判別して、ね、それでね、例えば木原さんが乗るとゴルフのジャックとか、わかんないんだろ、俺がゴルフで、女性が乗ると SK とか、そうですね。そうですね。過ぎたら何やったかっていうと、例えば木原さんがさ、どっかであのタクシー、乗るじゃん。それで新橋まで行くと全部事前に入れるじゃん、決済の量。そうすると新橋の周りのレストランの情報が流れたりして、あ、確かに降りた後に GPS の送りがすごいかどうかまで定量評価しようと思ったら個人情報が動いてるぐらいだ。それはダメですよ。ほんと？だからやろうと思ったらできるよってこと。いや、それどん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 定時効果今後ちょっと追加していきますよねと。で、テレビのモデラー消えていきますよねと。で、地上入らずって番組じゃないですか。これはね、言われて本当ね、イラッとくるほどね、もう我々がその通りだと思っちゃうところもあるわけ。で、その一番はね、リクナビだったのリクナビね。今年卒業する学生さんに聞きましたね。あなたが就職したい企業なんですか、ダーッと1時間100ぐらいの見せるじゃないですか。あれで、民放が第何位ぐらいかっていうことも、いくつ番、51って。と思うじゃないですか。まず50位に1社も入ってないんですよ。で、100位以内にじゃあ何社入ってるかって言ったら民放一社も入ってないんですよ。え、本当に。で、一番高いのは似た業界で93位に NHK が入ってるんですよ。すいません、そんな状況なんですね。そうなの？何で言っちゃいちゃったら、やっぱりそうは言ってもそこそこ影響力はありますよね、使い方として。あのテレビ、それはもうお二人政治家向いてね。で、そうすると今はまだあれかもしれないけど、この放送業界にこんなに新しい人材が今ほとんど入ってこなくなって、なるほど、来ると、そうか、すごくやばいね、やばいことがこれから。つまり、いくら木原さんと平さんがデジガマだ、なんだっつったって、デジタル企業のこと、わからないことは絶対人間放送しませんから。そりゃそうだ。つまり、政策を理解できない人たちが放送業界にっていうことを今日はお伝えしたいんです。そういう観点でいくと、もうちょっといらずじゃなくて、なんとかしようという気持ちを、いやいや、最初から知らなかった。いやいや、全くさ、俺は本当にいらないと思っててさ。いや、だってさ、本当政策って何も分かってないよね、テレビの会社。そう。でも関村さんはどうかは知らないけど、俺ね、テレビのね、かなり主要なコメンテーターのネタ元俺だったりするもんだって。ああ、でも今日は
みなさんごちそうさまでした。それではそのまんま、ご視聴ありがとうございました。それは僕もそうです。また後で、この番組見て明日のワイドスクランブルで言うんですか。これが一番の確実な情報です。まあさ、でも俺はね、まあ、最初から車のためにさ、要は俺は重要だって実は思っていて、っていうのは、これ、現状、俺、この話をすると、いつも平さんとか言ってもらえるんだけど、怒んない、怒られないか、まあ、電力と似ててね、その電力の世界も、どんどんその再生エネルギーみたいな仕組みが、もうたくさん出てきてる。で昔の、それでは。